皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画は使い切れずに引き出しにしまったままのネイルパーツを使ってクリスマスネイルを作っちゃいましょう。あれもこれも可愛いと思って買ったネイルパーツ余っていませんか？そのままにしておくのはもったいないです。それ全部クリスマスネイルに使い回しちゃいましょう。いろんな形のパーツも色を揃えることで一体感が出ておしゃれなクリスマスアートが叶います。パーツを乗せるだけ、100均だけの簡単アートになっていますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。それでは始めていきましょう。皆さん、ネイルパーツはどれくらいお持ちでしょうか？私は3段のワゴンラックがいっぱいになるくらい100均のパーツやシールを持っています。これ可愛いなと思ってついつい買ってしまうんですが、使い切れずに残ってしまうものが多いです。今回はそんな使い切れない余ったパーツを使ってクリスマス用のネイルアートを作ってみました。主にゴールドやシルバーの金物系のパーツとストーンやパールなどを使って作りましたよ。それでは早速作っていきましょう。まずはお好きなカラーを下地に塗っておきましょう。今回はダイソーのミルクラテとミルクピンクを使いました。それぞれ2度塗りして硬化したらダイソーのマットコートを塗って硬化しておきます。それではまず1つ目にクリスマスツリーの形をしたアートをご紹介します。まずはダイソーのラメゴールドをパレットに取り出して、こちらもダイソーのライン筆を使って三角形に形取って塗りつぶします。だいたい三角形の頂点が爪の中心より少し上に来るぐらいの位置にしておきます。三角形を描いたらこの中をラメゴールドで塗りつぶします。今回はゴールド系とシルバー系の2色で作っていこうと思うので、ミルクピンクの方にはダイソーのラメシルバーで同じように三角形を描いて塗りつぶします。塗り終わったら硬化します。続いてベースコートを準備して先ほど塗りつぶした三角形の内側に塗ります。これはパーツを爪にくっつけるための糊のような役割を担っています。パーツを乗せた後もう一度コーティングしていくので、ここではたっぷり塗らずに薄めで OK です。塗り終わったら硬化しないまま余ったパーツを乗せていきます。こちらのクリスマスツリーのアートはこのくらいのちょっとだけ大きめのパーツも乗せることができます。また夏によく使った海っぽい貝殻や人手のパーツなんかも使えますよ。どんな形のパーツでも OK ですが、ゴールド系やシルバー系など色味は統一していた方がおしゃれに見えます。そしてパーツを乗せる順番も重要なポイント。まず先に乗せるのは大きめのパーツから。大きいパーツを 2,3 個乗せてから、その隙間に小さめのパーツを乗せていくとバランスよく仕上がります。ゴールド系の方には大きめのパールやブリオンを先に乗せて、先ほどご紹介した人手型のパーツは裏面にベースコートを塗ってツリーの一番上に乗せて星の代わりにしちゃいましょう。また巻き貝のようなパーツもクリスマスツリーの中に乗せていきます。大きいパーツを乗せ終わるとこの辺に隙間が空いています。ここに細かいパーツを乗せて隙間を埋めていきましょう。今回は小さいパールやブリオンを乗せました。隙間なく乗せ終わったら硬化します。シルバー系の方にはクロスのパーツをクリスマスツリーの一番上に乗せたり、こんな大きめのパーツをツリーの中に乗せたりして、隙間には細かなパーツを埋め込んでから硬化します。次にパーツの上からベースコートを塗ります。トップコートじゃダメなのって思うかもしれませんが、トップコートの前にここで一旦ベースコートでコーティングしておくとパーツが取れにくくなりますよ。こういった高さのあるパーツはどうしてもちょっとした衝撃でポロッと取れやすいので、コーティングしておくことで持ちが良くなっておすすめです。ちなみにセリアのアイシングジェルをお持ちの方はそちらでも大丈夫です。
そしてできるだけ細長いライン筆などを使って塗ることをおすすめします。これはダイソーのライン筆で、こういった細長い筆で塗った方がパーツの狭い隙間や凹凸にも入っていくので、塗りムラなく塗ることができます。またこんな風にパーツをたくさん乗せるときは、パーツの隙間にベースコートを潜り込ませることで、細かなパーツが連結して一体化して一つの大きなパーツのようになって、より外れにくくなるという側面もあります。ですので、トップコートを塗る前のコーティングはぜひやってみてくださいね。塗り終わったら硬化します。最後にトップコートを塗って仕上げます。こちらもできればライン筆など細い筆で塗った方がいいんですが、先ほどのベースコートでだいぶ隙間は埋まっているので、ボトルのハケで塗っても構いません。お好きな塗り方で塗ってコーティングしたら硬化します。完成です。余ったパーツを詰め込んでクリスマスツリーのデザインが出来上がりました。どんなタイプのパーツでも三角形にギュッとまとめるだけでクリスマスツリーにすることができちゃいました。次にもう一つクリスマスのリースも作ってみました。こちらはクリスマスツリーと違って小さいパーツの方が作りやすいアートです。まずはラメゴールドで丸を描いてドーナツ型に塗りつぶします。爪の真ん中よりも少し下に描きます。シルバーの方も同じように描いたら硬化します。次にベースコートを薄く塗っておきます。硬化はしないままクリスマスツリーと同じようにパーツを乗せていきます。こちらも大きいパーツから順番に乗せていきましょう。大きめのパーツ 2,3 個乗せたら、間に小さいパーツを敷き詰めていきます。ドーナツ状にパーツを乗せたら、残っていた三角形の小さいパーツを角と角を合わせるように乗せてリボンも作ってみました。またシルバーの方にはちょっと大きめのパーツも乗せてみました。そしてこのくらい大きいパーツも余っているから使ってしまいたいという場合には、ペンチなどを使って小さくカットしてしまいましょう。使いやすい大きさに切ってリースの中に埋め込んでしまいます。隙間に細かなパーツを敷き詰めたら、余っていたひし形のこちらのパーツを2個乗せて、こちらもリボンのような形に乗せます。うまく配置できたら硬化します。ここからはクリスマスツリーと同じ手順です。一旦ベースコートでパーツが外れないようにコーティングして硬化したら、最後の仕上げにトップコートを塗って硬化します。完成です。こちらも余ったパーツでクリスマスリースが完成しました。余ったパーツを使ったクリスマスネイル、いかがだったでしょうか。クリスマスツリーにはちょっと大きめのパーツを、リースには小さめのパーツを使えば綺麗に埋め込むことができました。ずっと使っていなかったあのパーツや 2,3 個だけ残っているそのパーツを有効活用して、ぜひ試してみてくださいね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いいたします。またねー。